ないから悪いけどやらない絶対に。うん、寄り目作詞っていうかずるい、めっちゃずる賢い、うん、JD 版でもな、特にふわっち業界にはねえ多分そよ風も吹かないと思う、うん、あんまなんか反応に困るよね JD 版。うん、いたのみたいな。のりこ配信してるね、わざとに決まってる。配信歴の1年とかの人間じゃないんだから、そう特定させたってこと。だから要するに自分が罪にないじゃんみたいな。うん、いや俺は言ってないよみたいな。うん、だってアンチがやったんだよって。うん、そうだ、猫まバカだから本当に。あそうなんだなってなっちゃうのよ。いやいや、どう考え、あ、何マミちゃんいないの今。あ、見たな、こないだなんかね、タイヤ交換の、そのタイヤショップの、いたなぁ。なんか、こんなポーズ撮って、いたなぁ。うん。なんか真っ白だった。うん。マミちゃん、見た記憶があるな、タイヤ感で、うん。特定させられたアンチは、寄り目の、そういうこと、そういうこと、そういうこと。で、猫まはバカだから、寄り目の言うことを真に受けんだよ。だから、あ、アンチが悪いんだなって。だから、本当は、洗脳しやすいんだよ、猫まって。簡単に。普通の人間だったらさ、いや、あんたがさ、って。ね、あんたが余計なこと言いすぎなんじゃないのって言うじゃん。猫まはバカだから、本当に。言いくるめんの、くそ簡単だから、マジで。うん。だって、のりこの家はやんなかったんだもん。うん。そう。のりこの家は一切やんなかったんだもん。のりこの情報は。やってるわけないでしょ。ね、見た目で、人を疑っちゃダメよ。絶対に。ね、125号。ね。ね。ね、わかった。ね、見た目が怪しくても、ね、ダメよ、疑っちゃ。それは本当に失礼よ、あんた。こんにちは。そう、よりめは、そう、のりこの家に居候をしようと思ったけど、もう家族の猛反発にあって、で、もうのりこの情報は絶対出さなかったもん。ダメだよ、絶対ね。映画とかオフィス来たのはどうなった？全部不可視だもん。全部。当たり前じゃん、全部不可視だ。めいちゃんやって、今そういう気分じゃない。今、俺は悲しい。だ、あいつはすごいずるい人間だからね。うん。だから普通やるわけないじゃん、そんなの。あ、以前電気止めたからつい。お前か！お前か、俺んちの電気止めたの。お前、あの時すごい困ったんだぞ。なあ。お前、そういうことやめろよ、ほんとに。なあ。おい、125号。お前か、うちの電気止めたの。ああ、いまだに俺は根に持ってるぞ、あれ。な、真夏にな、暑いな、暑いな、と思ってな、オカリナもいたよ。で、起きたらな、部屋全部真っ暗なんだよ。あれと思って。お前あの時冷蔵庫の中に全部腐ったんだからな。お前か。ああ、今ここで会ったよ。お前か。電気で払うじゃん。違う、止められたことあるんだよ。2回ぐらい。はい、こんにちは。あれは辛かったぞ、お前。ほんと辛かったぞ。まあいいけど、いいけど。まあ電気ぐらいいいけど止めても。まあね、ほら、ね、漏電とか心配してくれたんだろうね、きっとね。優しいよな、ほんとな。あとで俺のでっかいチンチン舐めさせてやるよ。遠慮すんなよ。そう、だから寄り目、だから、短期なんだ、電気止まったぐらい感謝しなきゃ、ね。本当に、ありがてねーっつって。はい、こんにちは。びっくりするぞ。あれお金が電気代払ったって払ってるじゃんっつって。だよなーっつって。お前、何時間かかったと思ってんねっていうの、お前。大変だったぞ、お前。いや、もう今止められないように、対策が練ってあるから大丈夫。だから、要するに、猫間がバカなんだよ、本当に。普通だったらね。ね、例えばさ、普通の女、まあ人間だったら、いや、あんたがさ、って、悪くないって、別に言い過ぎなんだよ、みたいな。うん。だって別にさ、最寄りに川があるとか、言わなくていいわけじゃん、特徴的なこと。ね。もうそれに悪意があると思えないんだよ。思わないんだよ、猫間は。うん。あ、初中未満のハガキ送ったのお前か。お前か。まあいいけど、全然それぐらいは。
ありがとうね、なんか気遣ってくれるね。あったけえよな。猫まあバカだもん、あいつほんと。ちょろい女だよ、あいつが、うん。そう、なんかさ、普通だったらさ、いやねえねえって、あんたのせ、あんたが、その、部屋の中だけで配信するならいいけど、あいつ外でも配信してんだよ。外観も映してんだよ、わざと。それはもう画像もあるし、うん。そう。だから普通だったら、いや、あんたが余計なことしすぎなんだよって言わなきゃいけないの。でも猫まあバカだから、あ、アンチが、だから猫まあも自分で言ってたもん。なんか、誹謗中傷とかする人間は訴えますって。バカでしょ？そんなことできるわけないでしょ？普通。ね。うん。一回すんのに、いくらかかると思ってんだよ、一人を訴えるのに。ね。いや、俺タイヤ破ってない。俺だったらバイク乗って帰るもん。あの、直結して。前に外人に猫まに殴られた時も特定して通報する。そう。そう。あのね、寄り目ってそうなんだよ、ほんとに。うん。賢いわけじゃないんだよ。バッチリ見えるでしょ。外観なんて5もう 0.5 秒でも映ったら終わりなんだよ。なんでかわかる？あの、一時停止するのはいいだけだから。そんなの。うん。もう 0.5 秒でも映ったら終わり。だから極端な話で1秒映ったらもう十分。十分すぎんの。だからそれをやるわけがないんだよ。和道ほどの配信歴がある人間が。うん。うん。そう、目の前に犯人がいるの。特定させるんだよ、だから。要するに、わざと。だってさ、俺とかバイさんとかさ、がさ、例えば、まあ、うなぎは特定されたけども、映さないじゃん。ラジオ配信しようとかさ、言うわけじゃん。あ、じゃあ、ちょ、もう外でバレちゃうから、車の中でラジオ配信にして、店に入ったらつけようって、まあ、結局店の外観でもバレんだよ。要は、わかる意味。外観ね、もう、あの、部屋の、その内装だけでもバレるのに、外観なんか、それ自演だと思う、R さんは。R さんは自演だと思う。気持ち悪いやり方でしょ？でもそれが寄り目なんだよ。俺は長いから知ってる。タヌキシステムって、いや、雑談タヌキを意識してんじゃない？運営が。いい曲でしょ？これ、G ドラゴンの風流っていう。まあ、俺の曲。俺が作詞作曲。しかも映して特定されるようなんて言ってたし。だってそれが分かってる人間がやるわけないじゃん、大事なものに。だから猫間のことは大事だと思ってないってこと。つまり。お、俺が作ったんだよ、これ。うん。俺がジオンに作ってあげたんだよ。だから、爆走の潜伏先も特定されたね。簡単だよ、特定なんて、本当に。うん。まあ、まあ、簡単だよ。あの、やり方を知ってる人間からすりゃ。うん。うん。それって猫間の家族のこと、あたはもちろんそういうことよ。な、バカにしてるもん、あいつは。うん。だって、あたよく考えてみてよ。例えばさ、じゃああの家を引っ越しますってなった時に、ああ、自分名義か、とか。俺は今、それをやってんだよ。だから時間かかんだよ。すごい。慎重に選んでるし。でも考えてみて。ねえ。あ、俺の彼女の実家に転がり込んじゃえば、家賃払わなくても、食費払わなくても、別にいいや、みたいな。舐めた子、俺は絶対しないもん、そういうこと。いや、あなたの親に迷惑はかけたくないと。ね。ま、もう、まかり間違ってね。もしなんか、不仲になっちゃった時に、気まずいし、って。なら俺はもうそういうのは絶対やんないし。でもあいつはやるわけ、それを。うん。バカにしてるから。俺はもう絶対それはできないの。うん。あもう、うん、ね、手を煩わせるようなことはしたくないし。うん。そう、1秒映りゃもう十分。もう悪いけど、一瞬でも映ったら終わりよ。終わりだよ。うん。だって、なもう一時停止しちゃえばいいだけの話だもん。簡単な話。金ずると思ってる時点で同居始まったら金とかなくなって猫まマザーが不満。そうよ。俺そういうこと懸念して絶対無理だもん。いろんなことを懸念して。ね、あの、仲良くいたいからっていう。うん。うん。カーテン好き。俺もカーテン好き。うん、母子家庭で母親にそっくりだって言うから舐めてるんだよ。あ、舐めてるあれ、あいつは、完全に。うん。だってノリコの親にはそんなことやんなかったもん。一切。ノリコの親が怖かったからでしょ。うん。親とか兄弟が。ありがとう。俺ってね、和道みが深いんだよ。すごい。ゼロワンとヨウブンはワンワンつながる。俺もそこの兄弟に入んだよ。俺長男坊だよ。俺長男、俺は、あの、腹違いの長男坊。手満しかしてないから。でも、ある意味、穴兄弟だよね。
バクソなんて家借りてる、和田の勤務先や自宅まで。当たり前簡単だよ、女めくんのなんか。うん。ダム、一日あれば簡単にめくれるよ。うん。ノリコにはやらなかったじゃん、一切。それは、相手が怖いから。猫間の親なんかは別に怖くねえんだよ。母子家庭だし、なもん。ね。怒ったってせいぜいなんかさ、感触を起こすぐらいなんじゃないみたいな。女もあいつはのらりくらりかわせるし、余裕で。うん。感情、女が感情的になったところで、なんともない。うん。うん。猫間もね、ほんとね、もうバカなんであいつも。ほんとに。すごい影響されやすい人間なの。わ、ね、寄り目がさ、なんかさ、鼻になんかさ、なんか、なんだろうあれ。なんか、ヤマト芋かなんか突っ込んでんだよ。定期的に。なんか、それを、真似すんだよ。あいつ、ほんとにね、ちょろい。あの女は。寄り目からすれば、もう最高の逸材だよ。ゴストじゃない、なんか。なんか鼻になんか突っ込んでんだよ。うん、はい、こんにちは。もう洗脳完全にされてる。うん、ちょろいちょろい、あの女。うん、めっちゃ多分、寄り目からすれば、最高に扱いやすいと思う、あいつは。だって、寄り目が全部悪いんだもん。うん。だってそうでしょ?普通に考えて。ね、特定した人間が悪いんじゃないんだよ。特定に至る材料をばらまいた人間が一番悪いんだよ。だからあの時ラジオ配信で、例えば外に出てもラジオ配信で、ね、全く何も映さなければ、特定なんかできっこないの。で、例えばミュートにすりゃいいだけ。ね、あ、じゃあ近所にコンビニがあるよなとか、ね、そういう会話はミュートにすりゃいいだけ。なんでしないの?一番悪いのは、寄り目なんだよ。でも、寄り目を責めないで、リスナー、ね、その、特定した人間が悪いっていうことを、真に受けてんだよ。寄り目の言うことを。ね。うん。だから、特定なんか、材料がなかったら絶対できないんだから。特定材料なんて。うん。だからね、パズルのピースを繋げていけば、一つの絵ができちゃうわけ。ってことは、ピースを渡さなければ、特定はできないの。絶対に。うん。まあ俺は音響で特定できるけど、音の響きとかね、うん、あ、これ鉄筋コンクリートかなみたいなあるけど、うん、まあでもそれでなかなか難しいことで時間かかるし、ラジコンだね、完全なラジコン、あの女は、うん、扱いやすいと思うよ、うん、やみそうっていう、や、まあ、そう、やみやすいからいいんだよ。だから、うん、やむでしょ、へこむでしょ、ね、俺しかいないと、ね、私には寄り目しかいないとってなると、もう完全にもう盲信しちゃうわけよ。うん、もう、うん、この家はちなみに鉄骨なんだけど、うん、もう音響の響きは鉄骨の響きだね。あ、うん、穴開いてんな、どっかに。そう、洗脳しやすい。オーバードーズも台本。要するに、和道が。和道がそうやってさせてんの。うん、もう完全に洗脳完了。鉄骨だね。隙間あるね、どっかに。うん、多分1、うん、多分直径1メートルぐらいの隙間がある。特定班はね、細かい。うん。外観なんか映したら一瞬だよ。うん。1日だよ。うん。そう。で、要するに寄り目からすれば、あ、よかった、家賃から解放される。俺名義じゃないから別にどうでもいいや、みたいな。うん。ね、例えばお金催促されても、みたいな。うん。本名特定はどうやってやるの?スネーキー。スネークもできんじゃん。だって別に家が分かりゃ表札見に行けばいいんだけだから。別に。ね。郵便物漁ったっていいし。ね、なんとでもできんじゃん。簡単な話だよ。うん。本名なんか簡単に特定できるよ、今。うん。だってもう住所が分かったら、104、まあもちろんね、登録しなきゃあれだけど、104に電話して、住所言えば、本名と電話番号教えてくれるしね。固定回線。だから簡単だよ。ちょろいもんですよ。うん、一つバレたら全部バレると思うな、うん。で、そんなんで減らったら和道の思うつぼよ。悪いけど、うん。アンチが悪いんだよ。ね。うん、いや、猫ま相当気持ち悪いよ、あの女。うん。うん、まあ、だからしょうがない、洗脳されやすい人間だから。だからそもそも結婚してて、寄り目の元に行ったっていうのが、もう完全に気持ち悪いし、うん、俺は、うん。今すごい後悔してると思うよ。あのまんま、旦那さんと別れないで、ね、
結婚生活やってれば絶対幸せだったのに、うん、猫間の本当のキャラがわからない。あいつはキャラがない。染まりやすいんだよ、すごい影響されやすいの人に。だから寄り目に影響されてるの。